素晴らしいしか言葉が出てこないです本当に。ああ、きついよ本当。頑張ろう。あともうちょっとだからね。ちょっと立ってさ、できないでも。ねえ、行方不明になっちゃった。多分座ってるのそうだね。ね、うん、青いの休憩してるのね。振り向いたりいなかった。ね、ああ、片やね、もう一人はどんどん行っちゃうし。バランスが悪いこと、ね、悪いこと。みんな自由に行動してます。ね、今回は親孝行してきましたよ。人生一度は行ってみたいよぜ。母がずっと行きたいと言っていた尾瀬、登山嫌いな母でも憧れていた尾瀬、とうとう夢を叶えてあげました。普段登山どころか歩くの大嫌いな母と息子を連れて行ってきましたよ。今回はフォロワーさんでもあるかの有名な尾瀬の京都、私の大好きなカブママさん直伝、初心者でも尾瀬を満喫できるおすすめプランをご提案いただきました。本当にカブンママさんありがとうございました。鳩町峠から入って尾瀬ヶ原のトレッキング、目的地は見晴らしにある尾瀬小屋です。そこでグルメを満喫して帰りに私物山荘さんの名物花豆ソフトをいただくというプランです。片道約 8.8 キロ、所要時間約3時間、往復約17 キロ、トータル6時間とロングハイクとなりますが、果たして歩くの大嫌いな二人は無事尾瀬小屋までたどり着くことができるのでしょうか。午前0時に静岡の自宅を出発、片道5時間、ついにやってきましたよ尾瀬第一駐車場。6月の尾瀬は水場所目当ての人でめちゃめちゃ混むと有名なので、平日を狙って行ってきました。天気もあってか駐車場は空いていて、バス乗り場のすぐ近くに停めることができました。この日の始発は午前5時、ここからはマイカー規制のためバス利用となりますが、大型バスの他にワンボックスの乗り合いタクシーが何台も待機していて、バスと同じ料金で人数が集まると出発してくれます。運賃は大人一人片道1000円でした。大体20分ぐらいで尾瀬登山口の鳩町峠に行くことができます。鳩町峠に着いてバスを降りたら雨は上がってきていました。鳩町峠には綺麗なお手洗いもあるので、ここで済ませておくと良いでしょう。帰りもここからバスやタクシーに乗って戻ります。大体道路を10分ぐらい歩くと鳩町峠休憩所、登山口に着きます。はい、登山口のある鳩町峠休憩所に来ました。標高が1500近くあるので結構寒いですね。群馬県民の皆様おはようございます。ゆうたろです。お久しぶりです。また群馬県はね、ダム以来5年ぶりにやってまいりました。で、今回はなんと尾瀬に来ております。今日は家族4人で尾瀬の方を散策したいと思います。じゃあ行ってきます。はい、こちらが私の母、御年70歳になる山ガールです。なんかウェアを全く持ってないってことだったので、私の私物を全部貸してあげました。最初勘違いしてたみたいで、ワンピースとハイヒールで来る予定だったみたい。尾瀬の看板の横にはマップがあるので、1グループにつき一部ということでいただきました。登山口に着いた頃にはすっかり雨も上がってお日様が見えるようになってきました。
朝もやに包まれた尾瀬もまた幻想的でいいですよね。虫嫌いな息子におにやまくんつけてあげました。行きますよ、いいですか、お二人さん。ね、入山口では緑のマットで靴についている汚れなどを落として入ります。アクロに歩くことが慣れていない母、いきなりよろついています。面白い、うん、よかった。雨の日の後の木道はとても滑りやすいので、こういった滑り止めがモンベルに売ってるので使うといいよとフォロワーさんが教えてくれました。ちょっと息子が苦戦しております。最初は石畳のような階段をゆっくり降りていくっていう感じですね。まあ、徐々に下っていく感じです。なんかもうすでに癒されてます。綺麗な森。いや、群馬県はですね、5年ぶりでして、うん、まあ、それまではですね、毎週群馬に通ってた時期があります。それはなぜかというとですね、ああすごいこの木、これ全国 あのダム巡りをしてまして、群馬県のダムカードはですね、もうコンプリート済みです。すでにね、なのでもう何度もお世話になっております。何度も来ている群馬ですけれども、尾瀬とかですね、はい、山もまだ一度も登ったことがないので、もうこれからぜひ、もう今度は山の方でね、行きたいと思っていますので、これからも群馬県民の皆さんよろしくお願いします。ちょっとね、母が苦戦しておりますよ。ちょっと木道が滑るみたいで、滑り止め一応ね、あの買ってモンベルのやつね、今つけてもらってるんですけれども、あ、まあ、ちょっと慣れないので、ゆっくり行きたいと思います。木道は基本右側通行です。1メートル作るのに12万円かかるんだって。鳥の鳴き声がすごいですね。密度が半端ないです、ね、いや、癒しの森ですね。なんか全く違う世界に来たみたいね。もう本当一人でね、私が後ろにいると思って喋ってるんだねってね。渋滞してる、渋滞してます。本当ね、雨の日の木道、特に階段は滑りやすいので注意して歩きましょう。空になってきました。わーい、嬉しい。雪はほとんどなくなっていて、特にチェーンスパイクとかは必要なかったです。いつ降った雪って冬降った雪だろうね。その頃から溶けないんです。そうだね。日が日陰だし、日が当たらないから。残ってる。積もってたけど、ずいぶん少なくなった。冬はもう。あ、来たね。もうちょっと先に行くと、でももっとあるから。まだこれからだよ、これから。かわいい、いっぱい出てきた。これは感動するわ。まあ、水場所がすごい。たくさん。めちゃめちゃたくさん。綺麗だ。わあ、かわいい。めちゃめちゃかわいい。
水場所みたい。進まないんですけど、なんか景色ばっかで撮ってて、さっきからね全然一向に尾瀬ヶ原に行けそうもない。このペースだと季節がいいですね。寒くも暑くもなくね、風が気持ちいい。あ、癒されるな、すごい。あ、またこのね、空の色と緑とね、この木々が映えるですよね、すごく。気持ちがいい、もう最高に気持ちがいいですよ。これね、ビジターセンター。歩いて約1時間半で最初に見えてくる建物、ビジターセンターに到着です。ここにはいくつか小屋があって、休憩できるスペースもあってくつろげるかもしれません。ただ早い時間だとまだどこの小屋もやっていないので、各自食べ物は持参した方が良いと思います。お手洗いもあって協力金100円支払います。ここら辺から日本百名山の至仏山の姿もくっきり見えるようになってきます。さあ、ここから夢の世界、尾瀬ヶ原への入り口です。が、すごい、すごいですね、満開。うわー、素晴らしいね。いいところだ、これは人気あるわけだ。これがみんな、まあ、いいというね、尾瀬ですよ。尾瀬の景色ですね、本当素敵なところだね。カッコウが鳴いてますね、カッコウって。わあ、野鳥がものすごい種類いますね。鳥
鳥の鳴き声が半端ないですよね、さっきから。すごい。この人ね、すっかりファッションチェックとか歌のこととか忘れてます。今日はね、全身モンベルにしてみました。ね、今の水場所群生地ってところがもうね、これぞ尾瀬というね、景色ですよね。ああすごい、素晴らしい素晴らしいしか言葉が出てこないです、本当に。流現象出口湧き水で、水が出てくる。ここがね。行きは火打ち、帰りは私物って感じで、常に見ながら歩ける感じ。かっこいい山陽。ちょっと風が強かったか、逆さ火打ちはうまく取れず。あ、でも逆さ私物は取れました。はい、竜宮小屋までやってきました。なんかね、あの二人がなんかもう疲れちゃったみたい。どうしようかな。うわぁ、素敵な小屋、竜宮小屋、よいしょ。竜宮小屋まで来ましたけれども、もうちょっと時間的にも厳しくなってきちゃったんで、このまままたバス停の方に、ね、戻りたいと思います。足大丈夫、私あそこで寝ようかなと思ってたっけちょっとふさってさ、できない。でも一晩泊まっていくぐらいで、結局尾瀬小屋まであと30分というところで、もう二人とも歩けないということなので、ここで引き返します。カブママさん、ごめんなさい。じゃあ帰ります、戻ります。うん、帰んないと帰れないな。
吉首まで戻ってきました。はい。ちょっとね、景色撮りすぎて時間がなくなっちゃいましたね。全然進まなかったね、ペースがね。多いのそうねえ、行方不明になっちゃった。多分座ってるのそうだ ね、 ね、青いの休憩してるのね。振り向いたりいなかった。片やね、もう一人はどんどん行っちゃうしバランスが悪いこと悪いことみんな自由に行動してます自由気ままにみんな行動してますああ、残念。逆さ樋口は見れませんでした。風があるので、風がなければね、見れるんですけど、今日は風があります。ね、マイナスイオンたっぷりですね。はい。そう、爽やかなんですね、風がね。風がすごく爽やかなんですが、全然湿気がないので。ね、すごい水の中に咲いてるんですね。さあ、本日のお目当てでもあった私物山荘さんに戻ってきましたよ。10時からのオープンだったんですね。メニューもいろいろあってすごく迷っちゃいます。じゃん、花豆ソフト。くまちゃんもいた。ではいただきます。なんかね、粉、ちょっと小豆の粉みたいな豆感があった感じです。ちゃっかりラーメンもいただきました。すっごく美味しかったです。きついよ、ほんと。頑張ろう。あともうちょっとだから。ね。もう困ったよ。危ないよ。大丈夫？困ったね。開けられない。足ね、治ってありました。ああ、よかったね。よかったです。ありがとうございます。すみません。いや、急いで立ったから。ああ、ね、そうなんですけどね。疲れてんだよ。疲れちゃったみたいで、ちょっと、そうですね。ね、ほんと、あともうちょっとだからね。はい。やっとゴール長かった。お疲れ様、よく頑張ったね。偉かったよ。長かった。
疲れ様でした。今回は完全に私の欲のまま計画を立ててしまったばっかりに、全く登山経験のない二人を大変な目に遭わせてしまいました。また行きたいという言葉は二人から聞かれることはありませんでした。ご探求。なんか買ってくる飲み物。でも二人ともとってもよく頑張りました。いやー、また買っちゃいました。名前嘘つく。はい、鳩町峠休憩所ですかね。あれなんて山って。前歩いてたおじさんが、えって。富士山とかに入ってんの。運転する。この感想。最初の15分で飽きた。母の感想。最後の坂はバスが通れるようにしてくれればいいのにね。でした。次は夫婦2人で行きたいと思います。までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。 Twitter、Instagram もやってますので、よろしければフォローの方お願いいたします。